はいどうもマカです。今回は、ディゼル系でどのブロック、変更するのか、紹介します。エンド系のブロックから、紹介します。最初に紹介するのは、エンドストーンです。このくらいの大量の、種類があります。エンドストーンは、どういう形があるのか、一つずつ紹介します。ブロックの紹介が、長くなりますので、早送りで見ることを、おすすめします。プルプアブロックから紹介していきます。鉄格子紹介していきます。エンドじゃなくてもクラフトすることができますが、おまけとして出します。エンド系の紹介は以上となります。次はチゼル限定ブロック系を紹介しますので、ぜひ見てもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。